劉森光は、五代十国時代の血縁の皇帝。川津たち三鎮の一つの老竜軍節土師、竜飛と四郷の子として、新州に生まれる。青年期に竜飛と四郷の愛称の羅しと通じたことが露見し、親子関係を断絶させられる。それに反発した劉森光は、天遊四年に勇州を攻撃した。攻撃された際、 龍神教は、城外の大安山で縁を開いており、警備が手薄な優秀はあっけなく陥落し、龍神教は捕らえられた。優秀を手に入れた、龍森光は、露竜軍節土師を自称したが、兄の吉政軍節土師、龍州軍との交渉が続いた。しかし、開閉三年に、龍州軍を捕らえて殺害し、この地での勢力を確立した。優秀で安定した勢力を手に入れた。 竜もリ,リミツは公領から猿王に封じられた。司書によれば、竜もリミツは平凡で具前であったと伝えられている。兄の竜主文を倒した後は、次第に態度が尊大なものとなり、父や兄の処分を天命によるものだと豪語した。そして竜もリミツの行員と、暴虐な態度は日増しに増大していったとされる。近隣の節度師との関係も次第に悪化し、911年には、 周囲の反対を押し切って定位につくことを宣言、国語を大燕とし、王天と改言した。しかし、建国直後から進むのりあり継への攻撃を受け、王天三年に、本拠地の優秀が陥落、幽閉されていた、劉飛と死境と共に、囚われの身になり、わずか2年でケツツバメは滅亡した。勘化四年に、リア次継へによって斬殺された。ありがとうございます。